AKB48 島崎遥香21が映画ホーンテッドキャンパス7月2日公開。竹本聡監督で霊から狙われやすい取り憑かれた一室。やらせ1位キモいネクラ顔だからうってつけだな。常に取り憑かれたような顔してるからぴったりだな。ハルルがこんなに可愛いって知ってるの？全く可愛くないのになんで使うんだろう。演技も別に上手くないし、腹黒さが顔に溢れてるな。フォトショップって怖いですね。通過劇場霊こけてるやん。存在も外見も中身もホラーじゃん。同じホラー映画の劇場霊がこけたのによく使う気になるね。 W どこからか絶対赤字にならない金が流れてるんだろうね。11劇場霊が公開される前に撮影しちゃったんだと思う。もう女優に専念しろよ W。 原作のイメージと全く違うじゃないか W。 後輩にキレる昨日のパルル1。ホーンテッドマンション面白そう、予習しとくかな。ホラー専用女優ってことでいいんじゃない。ディレクテリアン順ともネタの日刊スポーツ。この子しかいないじゃなくて、この子しか選択肢をもらえなかったんだろ。 AKB ジャニーズあたりのアイドルにこの子しかいないとか笑えるわ。目覚まし TTPPBS トイムグコメディアグディアー A 役 .jpgttp PBS トイムグシー。結局ネットで大騒ぎした島崎とジャニーズ JR とのインスタ騒動は、当時誰かが書いてた通り単なる映画共演者同士でのグループでのやり取りの低予算っぽいな。 W 金を集められなかったやつが最後に泣きつくのがこいつらなんだろうな。で大こけしてますます金が集まらなくなると。この子オタクが嫌いなんだよな W。 誰が見に行くんだ。軟弱だから撮影なんか無理だろ。 P ばいいのに。顔はこのミリングの頃の中谷美紀って感じだから劣化するとどうなるか見当がついてしまう。劇場霊は大こけしたが、コープスパーティーが B 級ホラーとしてはまあまあ評価が高い。さまで続編作るらしいし、なで秋豚軍団としてはまだまだホラー。論文のアツシと出てるバイドルの動画見てたら、オタクが嫌いとかオタクっぽいとか、バイトしてるイケメンが好きみたいで、それ見てたら、全然。この子の所属事務所は実態のよくわからない実質幽霊事務所らしいな。芸能界のドンって言われてる某大物が直接タッチしてる特別案件だから塩対応。喜怒哀楽全部同じ顔って最強ホラーだよな。もう少しまともな表情できないのか。なるほど、主演自ら地雷ですって宣言するのは珍しいな。34メンテナンスが大変なんです。36メンテナンスどころじゃないです。大変なのは SNS で裸の写真送ってと言われたら、ある美女の返答が天才すぎると話題に。世界の美劇場霊はひどかったけど、こいつのポンコツ演技は良かったよ。何というかね、演じてるように見えないんだ。一昔とが違うよね。整形かな。秋葉の